日チャンネルカタログ朗読のコーナーです。本日朗読するのはこちら、現行の日産リーフ2020年9月現在のカタログからです。こちらから抜粋して読んでまいります。すべてが驚き、リーフに帰る、暮らしが変わる。航続距離を格段に伸ばした E プラスの登場により、 EV にロングドライブへのゆとりの走りの楽しみをもたらした日産リーフ。そして今、新しい日産リーフとともに EV は新たなステージへと走り始めます。つながる車として、通信やインターネットを通じてカーライフや暮らしを豊かにする新しい日産コネクトサービス、さらにドライバーの運転に近づいたプロパイロットやプロパイロットパーキング、新装備のインテリジェント BSI など一段と進化した先進運転技術、 EV という移動手段からよりワクワクする暮らしへと変えていくパートナー、ニュー日産リーフ登場。力強い加速に心を躍らせながらますます遠くへ。 EV ならではの気持ちいい走りをさらに磨き抜いた。電気自動車ならではの走りの気持ちよさを楽しめる日産リーフ、 40kWh バッテリー搭載車と、よりパワフルで航続距離も伸ばした 62kWh バッテリーを搭載した E プラスをラインナップ。デイリーユースからロングドライブまで、日産リーフの可能性は限りなく広がっていきます。リーフらしさがさらに加速する日産リーフ E プラス。リビングから目的地まで継ぎ目なくつながるワクワク、新しい日産コネクトが EV の楽しみを広げていく。日産リーフと共に暮らす楽しさや便利さ、それはリビングから始まり目的地に到着するまで続くのです。充電やエアコン操作など快適な出発への準備が、離れた場所からでもスマートフォンで手軽に、そしてレストランなどの検索やルート設定と、車から徒歩移動まで継ぎ目のないナビゲーション、ゲームや動画など大容量のコンテンツを思う存分に楽しめる車内 Wi-Fi をはじめとするエンターテインメント、日産リーフのロングドライブ性能と日産コネクトの多彩なメニューが、全く新しいドライブの楽しみをもたらします。先進の機能の先に紅葉がある。この空間の中心にドライバーがいる。翼を広げた大胆なラインのインスト造形、プロパイロット操作スイッチなどをステアリングに集中させた優れた操作性、バッテリーの状態から車の機能設定と作動状態など、ドライブに必要な情報を美しいグラフィックスへ提供するアドバンストドライブアシストディスプレイ、 IT とのコネクト機能を充実させた EV 専用日産コネクトナビゲーションシステムには9インチ大画面ディスプレイを浸透する。全ての造形と装備がドライバーを中心に設計された、心を躍らせる空間がここにある。アクセルペダル操作だけでドライブがもっと自由になる。アクセルペダルだけで運転するという選択肢があることを想像してみよう。瞬時に加速するときは強く踏み込み、緩めればブレーキペダルを踏んだように確実に減速し、さらに停止までする。ストップアンドゴーを繰り返す街中でのイージードライビングはもちろん、ワインディングなどではメリハリの効いた加減速によるスポーティーなドライビングを満喫できます。 EV ならではの俊敏な加速レスポンスとリニアなハンドリングに磨きをかけた走り、アクセルを踏み込んだ瞬間一気に加速する、 EV ならではの俊敏な加速レスポンスを一段と研ぎ澄ませました。さらにリニアのハンドリング性能や静粛性など EV の特性をフルに生かして、車としてのレベルをトータルに高めています。その上で最高出力を高めた日産リーフ E プラスでは、
高速域でより余裕のある加速が楽しめます。驚きに満ちた素晴らしい体験が日産リーフとともに始まります。